宮西さんは鳥取県出身の53歳、1995年に警察庁に入り、これまで警察庁警備局警備企画課サイバー攻撃対策室長などを歴任しました。 印象に残っている出来事としては2016年から2017年にかけて発生したインターネットバンキングの不正送金事件で外国の捜査機関や国内の関係機関と連携しサイバー犯罪の被害防止に取り組んだことを挙げましたそして宮西さんは次のように抱負を語りました変化すするる社会情勢ににに対応するためには、 情報技術などの新しい技術を的確に取り組むことが必要であると考えており、この対策をさらに強力に進められればと考えております。